11番目の時間は、イギリスの SF ドラマ、ドクター・フーの第5シリーズ第1話。2010年4月3日に BBC1 と BBCHD で初放送された。本作は、新たな筆頭脚本家兼、エグゼクティブプロデューサーのスティーブン・モファットが脚本を、アダム・スミスが監督を担当した。キャストと制作スタッフは、本作から一新された。 本作では11代目ドクターのノルタイムマシンターディスがイングランドの村レドワースに墜落しスコットランド人の少女アメリア・ポンドと出会うドクターはターディスの故障が原因でその場を去らざるを得なくなるが5分後に戻るとアメリアに約束するしかし彼の到着は12年遅れアメリアは成長してエーミーに成長し彼を信じなくなっていた彼は 地球外生物プリズナーゼロを地球諸とも討伐しにやってきた宇宙警察アトラクシにプリズナーゼロを引き渡すべく彼女の信頼を得ようとする。本作ではマット・スミスが初めてドクター役で主演を務めカレン・ギランも彼の新しいコンパニオンとして出演した。またアーサー・ダービルもエイミーの彼氏ローリー・ウィリアムズ役で初出演し後にメインキャストとなった。 再生直後のドクターは休眠するのがドクター風のなら足であったが、モファットはドクターにいきなり世界を救ってもらうことに決めた。本作では宇宙の裂け目が導入され、第5シリーズのストーリーアークを設定することとなった。11番目の時間はイギリス国内で18万人の視聴者数を記録し、各シーズンの第1話で最高記録を誇ったマネキンウォーズを破った。 オンラインの BBC アイプレイヤーやアメリカ国内の BBC アメリカでも人気を集めた。本作はスミスとギランをシリーズに歓迎する批評家から肯定的にレビューされた。本作から外装が新しくなったターディスターディスの内装11番目の時間では制作に変化が起きた。その一つとしてスティーブン・モファットがラッセル・ T ・デイビスからエグゼクティブプロデューサーと ヒット脚本家を引き継いだ。ピアーズ・ウェンガーとベス・ウィリスはジュリー・ガードナーに代わってエグゼクティブ・プロデューサーについた。新しいロゴが新しいタイトルシークエンスに組み込まれ、テーマ曲の新しいバリエーションもマレー・ゴールドに作曲され放送された。11番目の時間の終わりにドクターは新しいソニックスクリュードライバーと 内装を模様替えして外装は1963年から1966年に使用されていたものにたターディスを手に入れた。以前のターディスの内装は11番目の時間の冒頭に登場し、制御盤のタイムローターは字の終わりで使用された爆発の特殊効果のため作り直さなくてはならなかった。前回、字の終わりではデイビッド・テナントのドクターとしての人気が終わり、 マット・スミスの演じる新しいドクターの再生が描かれた。もともとムファットは中年の俳優をキャスティングしようと考えていたが、彼とエンガーは26歳のスミスにたやすく決定した。カレン・ギランはドクターの新しいコンパニオンエイミー・ポンドとしてキャスティングされた。彼女は以前に第4シリーズ、ポンペイ最後の日に出演し、キャスティングディレクターのアンディ・プライアーがムファットに、 彼女を提案した。ギランは地元のスコットランド英語とイングランド英語の両方のアクセントで役のオーディションを受け、ギランのキャスティングの後にエイミーはスコットランド英語を話す設定となった。ケイトリン・ブラックウッドアメリアとして知られる幼少期のエイミーはカレン・ギランの実際の10枚ケイトリン・ブラックウッドが演じた。ギランはブラックウッドを推薦したものの、 ブラックウッドは正式な演技の経歴がないまま厳しいオーディションをまず受けなくてはならなかった。また、11番目の時間ではアーサー・ダービルがローリー・ウィリアムズ役でデビューし、後の第6シリーズでレギュラー出演することとなる。ダービルがオーディションで目立っていた様子が非常に面白かったとも、ファットは主張した。イーストエンダーズの出演者、ニーナ・ワディアは、 レドワース病院の医師の役に選ばれた。ワディアはかつてアダム・スミスと働いていたためこの役に選ばれたのだと推論した。パトリック・ムーアは本人役でビデオ会議のシーンに出演したが彼のセリフすべてが最後のカットを免れたわけではなかった。ムーアの上に表示された男性はアダム・スミスの兄弟である。犬のように吠えたプリズナーゼロの決心を演じた。 マルチェロ・マグニはすでに犬の役で仕事をしていた。アカデミー賞も受賞している女優オリビア・コールマンとアンブレラ・アカデミーの出演者、トム・ホッパーはそれぞれプリズナーゼロの化身、ジェフな役で出演した。11番目の時間は、スティーブン・モファットが、筆頭脚本家及びエグゼクティブプロデューサーとして、初めて執筆したエピソードである。エピソードタイトルは一種の言葉遊びで、 11代目ドクターの登場を意味するだけでなく、ドクターがアメリアとの約束に遅れたことをドタンバのギリギリのといった意味のフレーズで表現している。DVD のコメンタリーでは、モファットは当初のタイトルがザ・ドクトル・リターンズだったといい、新しいドクターと新しいコンパニオンを紹介し、新しくかつ古い番組であることを観客に納得させ、 テンポの速いストーリーを提供しなければならなかったため、これまでに書いた脚本の中で最も難しいものだったと語った。伝統的にドクターは再生の後に休息を取るが、モファットはそうではなく、ドクターに世界を救わせる方が面白いと考えた。彼は本作を1日が、どんどん悪くなっていく、男の喜劇と表現した。モファットは、ロンドンとロンドン出身のコンパニオンが、 定番になり、視聴者がそれに飽きてしまったと考え、架空の村であるリードワースを舞台にエピソードを設定した。スコットランド人のモファットは、このエピソードをスコットランドの村でロケするかどうかを議論した。モファットは、アメリアが型破りな少女であるという考えに沿って、最終的にイングランドに決定した。エピソードを通して、ドクターは新しい体と思考に徐々になれ、 新しい性格を身につけながら一定しない動きで行動する。新しい衣装を選んだ後でドクターはようやくその場にぴったりと馴染んだとウィリスは述べた。屋上のシーンはオリジナルの脚本にはなく、ドクターは単純に病院から脱出してターディスへ戻るだけであった。ドクターが正式に紹介されておらず、以前の数多くのドクターが 静かに服を選んだように11代目ドクターも多くの衣装から服を選ぶべきだ、ともファットは感じた。主要なストーリーアークはドクターが成長したエイミーに会うことである。時間の経過に伴ってドクターとコンパニオンの関係が大人になりすぎていると感じたもファットは彼氏彼女ではなくピーターパンとウェンディ・モイラー・アンジェ・ラ・ダー・リングのような純真な関係を作ろうと考えた。視聴者と ドクターとの関係は年齢に関係なくこのような関係であると彼は考えていた。ドクターがエイミーの家へ戻ってきた時、彼が以前に会った7歳の頃とは全く違う人物に彼女は成長していた。モファットはドクターが戻るという約束を守らなかったため彼女はドクターをイマジナリーフレンドとして受け止めざるを得ず、それゆえ彼女がタフな要素を発達させて不信的で、 ひねくれた人物になったと説明した。ローリーは完全にエイミーへの恋に落ちているが、エイミーは彼を愛していることを受け入れるよりも先に冒険を望んだ。モファットはローリーをエイミーの想像上のドクターの影で成長した人と表現した。モファットは息子の寝室の壁のひび割れにインスパイアされ、このアイデアを第5シリーズのストーリーアークに発展させた。 そのようなひび割れの中に面白いものが住んでいると子供が思うかもしれないと彼は考えた。アメリアの家の隠された部屋は祖母の家に存在しない隠れた部屋があるというモファットが繰り返し見た子供時代の夢に基づいている。モファットは本作の怪物に巨大な目玉をデザインすることに乗り気であった。星に巨大な眼球が備わっているアトラクシのデザインについて このアイデアは自身が子供の頃にドクターフーのモンスターを描いていたので子供にも描きやすいとコメントした。これらの側面はドクターフーの家庭的なスケールの恐怖という原則を反映している。モファットはプリズナーゼロの犯罪を説明するシーンを執筆したが誰も気にしないと考えた。彼は当該シーンをカットした。 ドクターは墜落しつつアルターディスにかろうじてしがみついて、ロンドン上空を飛んでいく冒頭のシーンは、字の終わりの再生の結末と本作でのエイミーの庭への墜落の橋渡しとして、後で脚本に追加された。ターディスの外に捕まって、ロンドンに墜落しかける様子を描写することで、大きな過程で小さな街を舞台にしたエピソードを始めることができ、面白くなるともファットは考えた。また、 エーエミルンのザ・ハウス・アット・プーコーナーで、ティガーがすべてのものが好きだと主張するがバクガエキスが好きだと、わかるまで提供されたすべての食べ物を跳ねのけるシーンを、モファットは引用した。モファットの改編した脚本では、新しく再生したドクターは、白身魚のフライトカスタードクリームを除いてアメリアが、彼に差し出した食べ物をすべて拒絶した。モファットは、子供たちにアピールすることが、 番組の成功に重要であると感じていた。ドクターがジェフのノートパソコンを使ってコンピュータウイルスを作成するシーンはもともとはドクターが学生のパソコンを使う教室が舞台だったが制作上の理由で変更された。本作でドクターはターディスの扉を開けるのにフィンガースナップを使用しており、これは第4シリーズ静寂の図書館影の森で リバーソングに10代目ドクターが教わったものである。また彼は、ビベリー、バベリー、タイミーはイミーやサムカウボーイズインヒアというセリフを発言しているが、これは、モファットが執筆した第3シリーズ、瞬きするなと、第2シリーズ、ダンドの少女に由来する。本作は2009年9月に読み合わせが行われた。本作は、 第5シリーズの第1話であったが、最初に撮影されたわけではなかった。本作は、第2話から第5話の完成後、第3制作ブロックで撮影された。スミスはドクターが、後のエピソードで、どのように行動するかに注意し、本作を彼のキャラクターの確立に使用した。計画では、スミスの前任者の痕跡を残すことになっていたが、エグゼクティブプロデューサーたちはスミスがよそ者である。 ことを望んでいた。このエピソードの監督を務めたアダム・スミスは本作の脚本に惹かれ、マット・スミスの舞台を見てから一緒に仕事をするようになった。スミスは本作の監督について従来と同じだがわずかに異なるものにしてほしいと依頼を受けた。目標はより映画的で不思議な作品にすることで、スミスは映画 E.T. やティム・バートンの作品にインスピレーションを受けた。 アメリアの家は不気味だが、一般的に見えるよう、城を思い起こさせるようデザインされた。レドワースを舞台にした大半のシーンは2009年9月29日、10月5日から7日、11月20日にカーディフのランダフ村で撮影された。ドクターの思考プロセスを表現した、ストップモーションアニメーションのシーン用の写真は10月5日に撮影された。 撮影はコンピューターではなく制作チームのメンバーによって行われたため完璧な結果ではなかったがアダム・スミスはそれがむしろ有機的な印象を与えていると考えた集中豪雨に悩まされた制作チームはレドワースの最後のシーンを撮影するために11月20日に現地へ戻った制作スタッフはレドワース特有の花や道路標識記念品などを加えて この地域に予想意を施した。ターリスにドクターがぶら下がるシーンはグリーンスクリーンの前で撮影され、ロンドンの空中ショットはヘリコプターで撮影された。スミスは当該シーンが CGI に大きく依存していたため視覚化するのが難しかったと主張した。当該シークエンスのほぼ全シーンが視覚効果のショットであり、ロンドン上空を 3D のタービスが飛んで CG のドクターが空中ショットの中でタービスにぶら下がるシーンもあった。モファットは最後の映像素材にミレニアムドームが映り込んでいることに気づき、この建物が1996年には建設されていなかったため当時を舞台にすることができないと気づいた。再撮影するのではなく、モファットはタービスが時代を遡って アメリアの庭で実体化したと説明した。ポストプロダクションでは30トラックのサウンドエフェクトとマレーゴールドが当該シークエンスのために作曲した音楽、スミスのうなるような音が追加された。主に音楽による導入シークエンスはニッキー・ウィルソンが制作に携わり、彼はスペシャルサンクスとしてクレジットされた。アメリアがドクターを庭で待つ間、カメラは彼女の家に戻り、 おそらく、プリズナーゼロと思われる影が通り過ぎるシーンが描写された。実際にはこれは、シーズンフィナーレ、ビッグバンを意図した映像素材のマット・スミスであった。もともと、ドクターがかつて渡されたリンゴを見せてて、エイミーの記憶の男であることを確認するシーンは、ペースの問題と、その事実が前のシーンで確立されていたために、カットされていた。その後、前のシーンはカットされ、 リンゴのシーンが復活した。雨のため、ドクターがソニックドライバーでアトラクシの注意を引こうとするシーンは単純化せざるを得なかった。アダム・スミスは退治のシーンを西部劇に基づかせた。ソニックドライバーの破損はマット・スミスの袖を伝って受信機に接続された電線がソニックドライバーに到達した電荷によって作動する。 ドライバーの内部に隠された火花のエフェクトによって成し遂げられた。特殊効果チームのリーダーであるダニー・ハーグリーブスが遠隔操作で装置を起動した。報告に反してマット・スミスがそのエフェクトで負傷することはなかった。魚のフライとカスタードのシーンは撮影22テイクを要した。白身魚のフライは実際にはココナッツの味付けがなされたパンで、 マット・スミスはそれを14本食べたと推定した。11番目の時間は、イギリスでは2010年4月3日に BBC1 で初放送された。当夜の視聴者数は、BBC1 及び BBCHD での同時放送で800万人と報告された。最終的に算出された視聴者数は、BBC1 で959万人。 BBCHD で49万4000人に上り、トータル1008万人に達した。これは各シーズン第1話で最も多く視聴されていた、マネキンウォーズに次ぐ記録であり、ドクター風の2005年の復活以降の、エピソード全体でも8番目に高い数字を誇った。その週全体の BBC1 の番組では2番目に、視聴者数が多く、全チャンネルでも4番目であった。 本作のアプリシエーションインデックスは86であった。また本作はオンラインの BBC アイプレイヤーでも人気を博した。放送の1週間以内に11番目の時間は BBC アイプレイヤーで127万人の視聴者を獲得し、1週間で最多のリクエスト数を記録した。2010年に224万1000人の 視聴者によりその年で最も多くリクエストされたエピソードとなり、ドクター風は同サービスで最も多く視聴された番組の名を得た。11番目の時間は、アメリカ合衆国では2010年4月17日に BBC アメリカで初めて放送され、カナダでは同日にスペースで放送された。BBC アメリカでは平均視聴者数120万人を記録し、 うち90万人が25歳から54歳の成人であった。本作はオーストラリアでは ABC1 で4月18日に放送された。オーストラリア放送協会のウェブサイト i イボではテレビ放送2日前にあたる4月16日から視聴ができた。BBC はドクトル風コンフィデンシャルの編集に2週間を要した。11番目の時間の放送時間が1時間であった。 ため ABC にドクトルーコンドデンシャル用の余地はなかったが ABC は権利を有していたためドクトルーコンフィデンシャルを相ボで利用できるようにした11番目の時間はニュージーランドでは5月2日にプライムテレビジョンニュージーランドで放送された日本では2015年5月6日午後10時からアクスンミステリーで65分枠のプレミア版が初放送され 6月からのレギュラー放送では6月4日に、次話、眼下の獣と2話連続で放送された。地上波での初放送は2017年9月9日が予定されていたが、9月10日の午前2時35分に放送されることとなった。11番目の時間は、批評家から肯定的にレビューされた。デイリーテレグラフのベンジー・ウィルソンは、バカバカしいが正しいと感じた。 狂気的でエイリアンがいて、マータ新しいが非常に古くもある。キャスティングディレクターに、ええ。スミスに、ええ。と綴った。また、彼はギランについて110%釘付けになったと、述べた。彼は、プリズナーゼロの低予算 CGI を、隙間家財おけになぞらえたものの、モハットが、プリズナーゼロの姿を人間に変えさせたことで弱点を、強みに変えたとベンジーは述べた。 ガーディアンのダニエル・マーティンは11番目の時間を完全なる勝利と形容し不安定な再生で時間を賢く無駄にしすぎない物語だったとした彼はスミスを称賛したがジェロにもというキャッチフレーズにはまだ何も感じないとコメントしたラジオタイムズの批評家パトリック・マルケーンは新しいテーマ曲には不信感を示したもののマット・スミスのドクターが 最も素晴らしいものになることは明らかであると信じ、カレン・ギランも称賛した。また、彼は、モハットの脚本についても、面白い会話や、演出の豊富さなどを称賛した。ザップ・ニートのサム・マクファーソンは本作に、A の評価を与え、明らかに自分の大好きなエピソードであると言い,い、スミスとギランのデビューと、再デザインされたターディスを称賛した。同じくザップ・ニトのポール・ケイトンも、 監督アダム・スミスについて美しくエピソードを再配したと称賛し、エイミーのデビューやマット・スミスについても高評価した。しかし、彼はこのエピソードの欠点は、ややエフェクトが悪い、やや軽めのストーリーと考えており、新タイトルシークエンスを絶対的に美しいとしながらも、テーマ曲の新しいバリエーションには疑問を感じていた。 SFX のデイブ・ゴールダーは11番目の時間に星5つのうち5つ星を与え子供たちのドクターの認識の仕方をモファットが捉えていると考えスミスとギランのデビューを称賛したザ・ AV クラブの批評家ケース・フィップスは本作に A マイナスの評価を与えスミスが大好きだと説明したただし彼は11代目ドクターが10代目から10分に区別されているかについては 確証を持てなかった。彼はギランについては即座に勝利したと褒めた。物語については、モファットの典型的な強い物語、キャラクターの鋭いセンス、効果的なプロットの例外でないとした。ザシカゴトリビューンのモーレーン・ライアンは、エピソードにはほとんど冗談のような時もあるが、導入としてうまく機能したと主張した。彼女はシリーズがスミスとギランの良い手にあると感じたが、 アトラクシについては驚くほど性的で、最終的に面白くないとあざけ笑い、物語について中身が少ないと批判した。イグンのマット・ウェールズは本作を10点満点で8点と評価し、番組の連続性に合致していること、特にドクターとしてのスミスの演技を称賛した。しかし、彼は本作が災難のプロットでなければ素晴らしいオープニングエピソードだったとし、 つながりが弱く、バラバラの要素が満足のいくほどに固まっていないと感じた。彼は物語が中だるみしており CG のエフェクトもわずかにダサくて本作を完璧でないと述べたが、それでも数多くの面で素晴らしいと考えた。ニューヨークタイムズの批評家マイク・ヘイルは本作がよく整備された機械のようにうまくいったと評価したが、デイビスが制作葬式を担っていた頃のような、 突飛な高揚感がなく、日常的であるとも綴った。彼はギランについて、有望層であると指摘した一方、彼はスミスが、テナントにあまりにも似ている印象を抱き、自分自身の役を作り始める必要があると感じた。デン・オブ・ギークは本作を、ベスト・ t v エピソーズ・オブ2010の記事で、ドクター・フーのハイライトに選んだ。2011年には、第6シリーズの放送の後、 デジタルスパイは本作を、未だ、スミスとも、ハットの最も素晴らしい時間と呼んだ。デジタルスパイはまた、2013年に、11番目の、時間を番組全エピソードで7番目に良いエピソードに、認定した。本作には批判も寄せられており、その内容は、エイミーのキャラクターやキソグラムを制御にしていることが、家族向け番組にしては、性的すぎるというものであった。 エイミーと同年代の女の子は短いスカートを履くことが多く、それはエイミーが自信を持っていることを示している、とギランはエイミーを擁護した。エグゼクティブプロデューサーのピアーズ・ウェンガーは、キソグラムの件は、コンパニオンに気が強くて率直でちょっとした女性を、スティーブンも遂げていたことを反映した。エイミーはおそらくドクターが一緒に旅をした中で最もワイルドなコンパニオンだが、彼女は、 性的に乱れているではないと述べた。11番目の時間は、リージョン2の DVD とブルーレイで、第5シリーズ、眼下の獣と、ダーレクの勝利と同梱されて2010年6月7日に、発売された。2010年11月8日には完全版、第5シリーズ DVD ボックスとしても、再発売された。日本語版 DVD は2014年10月3日に、ドクター風ュ。 ジェネレーション DVD ボックス1に同梱されて発売された。ピアソンエデュケーションはトレバー・ベクセンデールによる本作のノベライズを2011年5月に出版した。ありがとうございます。